諦めろ。メンバー紹介します。確かに。あれ？起動させて起動させて。まあね、隣にいるのがサヤエンド兄貴ですね。うっす、サヤエンド兄貴です。解説者です。で今日はね、行ったらもう人気出ちゃうんですけど、まあもう大人気実況者のねスピンス兄貴です。お疲れ様です。一番最初走者の説明じゃないの？奏者の説明、まあいいんじゃないですかね。ちょっともう小ネタに持っていく段階が長っちゃった。でもゲーム始めます。アンビリバボー。はい、こうです。まあね、獣向けのゲームなんでね。何の説明してよ。え、野生動物のレース。ちょっと今見た俺。え、いいじゃなくて。厳しい。まあね、今作ね、ラチェット&グランクイングリッシュでいきます。間違えた。どのデータ消しましょうかね。もう適当に見せたいの出していいっす。手がバグる。あ、え、ちょっと、いや本当はね小ネタやろうと思ってたんですけど、もうダメって言われたんで。言ってないよ。じゃあ準備できました。じゃあ3、2、1、どうぞ。あ、オープニング飛ばします？飛ばしていいんじゃないですか。そうだね、まあ、辺境の惑星ベルディンっていうところに住んでるラチェット君が、うん、あ、間違えた。飛行機を作ってる。でその飛行機を飛ばすのにロボットが必要なんですけど、それがないっていうところで、そこから話が始まる。いきなり測定していく。なんか金金金、やっぱねお金が欲しいんですよ。これだいたい300円ボルト。ん、おかばかばだな。金金、やっぱね。でここでね爆弾を何個か回収するんですけどね。今側転で移動してるんですけど、普通に歩くよりも側転の方が速くて、なんか速くなるんですよね。え、側転すると。え、側転すると速い。側転すると速い。敵艦を移していく。移ってない。それ移したらねロスになっちゃうんで。まあ、実はねこれカテゴリー的には本当はタイマースタートに位置違うんですけど、あんまりそれやるとめんどくさいんで、ちょっと今回はねスタートからタイム計測してもらったんですけど、僕も今本当はステージぐるっと回らなきゃいけないんですけど、うん、実は捕まれるところがあって、そこ捕まって登っていくとステージ丸々カットできるっていう。もうここもね、やっぱ HDMI 画質綺麗ですね。そうですね、普段 S 端子でやってるんで。金、回収し損ねちゃいましたね。レチェット&クランク1はお金、ボルトの回収が非常にシビアで、 RTA ではこういうところで細かく取っていかなきゃいけないんですけど、ちょっと見せると危ないですね。今のところ乱数はまだいい感じ、いい感じ。変にお金が入りすぎると、後半というかここら辺で、あれお金が入んないぞ、あ大事なところで全然足りないみたいになっちゃうんですよ。今はまだいい感じですね、いい感じで。ここちょっと画面下に向けてね、処理落ちを回避します。これSSD にするといい感じになる、あいい感じになるんですけどね。 HDD
おお、あ、ちょっと足んない足んない。今起動してっていうかプレイしてるプラットフォームがプレイステーション3なんですけど、このプレイステーション3のパル版にはいろいろとバグがあって、それを今使ってゲームしてるって感じですね。オッケー、ナイス、うまい。あ、ちょっと、よし加速が足りてないですね、今の。危なかったですね。そうだ、そうですねそう、危ないですね。危ないですね。ちょっとね、入力の速度が違うな。本当はヘルパーク、今つけてるヘリで移動するときにニュートラルでジャンプするとすごい加速、今この感じですね、すごい加速して高速で動けるっていう、そういうテクニックですね。あー、危ない。よし、来いよ。よし、ここも本当はムービーになっちゃって動けないんですけど、ここでダメージ食らうとムービー中でもラジェット君が動ける。あ、やばい、落ちない。男前ですね。当たり前だよな。よし、あれ落ちて、よし、いったびっくりさせない。殴れなかった。いい感じです、いい感じ。やっぱりちょっと抜けよう。ここでね、ロードします。これ一旦ロードを挟むのがポイントですね。うん、あー、もう緊張しちゃうあれ、あ、鉛筆差しっぱなしだったちょっと、はい、あ、ダメだこれ。普通にこう、本当は今まっすぐ飛んで、あの、圧倒的な短縮をしようと思ったんですけど、あ、やばい、拾っちゃった。これはまずいかもしれない。助けて。これ本当はお金、ボルトを拾わないで進んでいくっていうのがまたポイントですね。ちょっと何しとんのな。いいっすね。あれ、どこ走ってんの君よし、なんて、あ、何しとんのお前。あら、あれ、狙って来ないで。いい、よし、いいね、金金金、よし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 、ナイスナイス。これさっきロードしたの聞いてくるんですけど、ラジェット&クランクのプレス3版だと お金の拾った数によってこう木箱から出てくるお金の量が変わって、できるだけ拾わないでいくとここの木箱のところでいっぱいお金が手に入るっていう。検索が非常に難しいんで、こういうところでコツコツと。ちょっと入力遅延がね、ある環境でやってたせいで、ちょっとダメダメですね。言い訳しないで。僕は何も悪くない。あ、うん、あ、ちょっと。厳しい。俺は何も悪くねえ。大丈夫だって安心しろ、お前。ああ。行く、よし、よし。あれ多分ね、若干早いんですよね、入力が今。落ち着いて、落ち着いて。ナイス、okay. 全然ナイスじゃないんですけど、ね、まあできればいい、大丈夫。あっ細かいところで失敗していく。ダメだった。あ、おっ、ここね、すごい頑張りやすいんですよね。あれあれちょっとね、緊張しちゃってるんで。落ち着いていこう、落ち着いていこう。普段はね、もう少しサクサクなんですよ、まあ、いつも真っ赤になってるんですけど、タイムは。よし、ワン、ツー、スリー、フォー。いい、ここ見せどころ。ここからがね、熱いんで。よし、決まった。今のロードセーブが決まっちゃうと、あそこでコンティニューされちゃう。ん？ステージを間違えた。コンティニューされちゃうと。何しとんのお前。落ち着いて、落ち着いて。多分ね、弾いた時にクチッってちょっと上に入っちゃったんです。
さっきのヘルガのところでセーブされちゃうとあそこコンティニューに決まっちゃうんで、でコンティニューされる前に死ぬと一番最初の船がある場所まで戻ってこれる、そういう短縮です。ここ30秒ですね。あ、ダメだか。ラジェット&クランクはとりあえずしゃがめれば飛べるんで、この背景の壁を登って全ルートをカットするよくあることです。お疲れ様です。お疲れ様。まあね、本当はマイナーウルトラアドベンチャーがやりたかったんですけどね、ちょっと人気の都合でやっぱ戦略的にラチェットにした方がいいんじゃないかって教官から言われたんで。相手方に失礼だな、それ。まあでもいいですよ。ところで今日金曜なんですけど、皆さんはね、あのジョジョ楽しみですね。それ 夜やりますね、はい、楽しみなんですよ。もうそういう、まあ、落ち着いてプレイしていただければ、投げていただいても構わないんですけど、やっぱどうでもいいことを考えれば考えるほどね、安定するんでゲームは。おっ、まあ、ルーティンは一つどころです。よし、サクサク。本当か。あ、すっごいサクサク。あ、すっごいサクサク。ここ本当は爆発スイッチを押さなきゃいけないんですけど、新しいテクニック見つかって、やめてやめてやめてやめなさいあんた。よし、あれラチェットくん、あれラチェットくん、一体何を、あれラチェットくん、あ何してるんですかあなた。ちょっと一回だけやり直させてください。もう一回だけね。もう一回。あった。あんた何すんねん。よし、はい、決まりましたね。ぬるっと入る。拍手ポイント。ありがとうございます。ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。二回言わなくていいから。やっぱね、大事なことなんで。これボタン押してないんでそのまま戻れないんですけど、ロードして。まあね、次が鬼門なんですけどね、ここで10分食われたらもう死んじゃいますもん。次がなかなか、次のステージ大嫌い大嫌い大嫌い大好き。まあ滑ったところでね、ちょっと、まあ、サイエンド兄貴にね尻拭いしてもらうんですけど滑ったっていつ俺笑っちゃったからさ。モーニング娘です。ここですね。ラチェット&クランクにはすごい綺麗 ILGA っていうテクニックがあるんですけど、説明するよう見てもらった方がいいんですけど、飛ぶんですね。これ側転とブーストをここにやっ、わあ決まりましたね。これすごい難しくて、側転 やってそれをブーストでキャンセルして、そのブーストをさらに側転でキャンセルっていうのを何回も繰り返すんですけど、入力がちょっとでもブレると普通に落ちたりして、でこれすごい練習しなきゃいけないんですけど、練習すると普通に検証になるぐらい難しいんで。そうなんですよ。俺は本当にさっきすごいスルスル決まってたんだけど、ちょっと、あ決まった、あ決まった。桜の木を乗り越えていく。本当はね横の方に行けばワンパンで通れたんですけど、不安だったんで。そうです。ILG でもともと NPC の前まで飛べると楽なんですけど、今のところ安定しないということで、とりあえず反対側に登ってから向こう岸に飛ぶ。あ、くそ、見せ場を失っていく。あとここでうまく止まって加速して船まで飛べるとかっこいいんですけど、普通に失敗して行けっぱかしましたね。ここ次のステージも大嫌い大嫌い大嫌い大好き。まあね、滑ったところで、まあ、サインダー兄貴にね、尻拭いしてもらうんですけど、安心。卑怯ですね。やっぱ尻拭い。そこでも同じテクニックがちょっとあって、
こんな感じなんですよ。カクカクカク動くんで。マジクラ1の初代は本当に序盤でリセットしてるとモチベーションがあっても腕が動かなくなるっていう。さよなら。ダメですよね。ちょっとね、大事なとこで決められなくなっちゃうんです。最近ねスランプ気味だったんでちょっとうまくいかなくても怒らないでほしい。はい、よし決まった。もう一回イケポチャするとラチェット君の当たり判定がなくなって壁の中に簡単にすり抜けられるようになるっていう。お金が欲しい。お、いい感じに金貯まってる。金貯まっている。あれ、はい、どこ投げてもらったあれ、お、あ、ちょっとこれね、もう9ルート行きましょう。もう一回、あ、でもチャンスもう一回ぐらいあるかな。このステージ3回、エニーパーセントだと3回連続で LJ 成功させなきゃいけないんで非常に。やめてください。対策チャートで行こうとすると本当に難しくて、大体そうですね、このステージでみんなちょっと、あ、やばい、あここの入力の方法書いてある。入力の方法書いてある。もうちょっと先のページだったね、確か。私準備がいいんでね。これですね、スティックを入力しながらさらに側転とブーストを繰り返す、ジャンプして飛んで側転を繰り返すっていうのを、ここが検証円ポイントですね。ここが辛い。終わったよ。え、あ、え、あ、そういうことですか、うん、はい、ちゃんと解説してしてたじゃん今。うい、今までのストーリーちょっと説明しておいてください。まあ、ストーリーはというと、まず、はい、アルテチ、え、あ、ちょちょちょ、今ストーリーはというと、まあ大きい敵がいるので、とりあえず宇宙のヒーローと言われるクォークに助けを求めに行ったんですけど、まんまとはめられて、今ちょっとダメだな。今日ゴゴゴゴ、そういえばさっきデビルメイクライ4のね BGM 流してたんですけど、皆さんはいかがですかね。デビルメイクライ大好きですか。え、いっぱいファンがいる、嬉しい。見当たらないですか、そういうこと。やっぱね、来年の3月に、ね、あ、新作が出るんですけどね。私ラチェットよりもこっち、そっちの方が楽しみなんですよね。あれ、今やっぱり常にね、1本は新作欲しい。あれ、あの何やったまま、よしよし、俺もしっかりとボルトと弾薬を回収して。あ、ちょっと危ない危ない、何してるんですか。よし、37発もありますよ。あれ、ちょっと殺生、やっぱ暴力イズ金ですね。ロックアイミン、あ、ちょ、うん、滑った。ここも本当は登れないんですけど、ラチェット君が一瞬しゃがんでくれるとそのままもうブーストに移行できるので、そういう場所を探しつつ上に登っていく感じです。お、ちょっとやばいかもしれない。ここもしゃがんでくれるポイントにうまくはまらないと滑って落ちちゃうんで。おし、よし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 、あーっと、あ、行きました、行く行く、よし、行ける、登りますよ、このぐらい。くるっくるっ、わざと回ってるんですけどね。
わざと回らないとちゃんとしゃがんでくれないんで、あの密着したまんま壁にあの接触しちゃうとしゃがむよりも先に滑っちゃうんで、さっきのねあの小ネタみたいな感じですね。もうツルツルですよ、もうツルツル。よし、脇をね擦っていくんです。脇を擦っていく。本当はねワイドアニマルレーシングとマイナーウルトラアドベンチャーもしっかりと宣伝したかったんですけど、ちょっとダメでしたね。走り終わってから宣伝。緊張しちゃって、ちょっと緊張。結構レールの際はしっかり走らないといけないんで、なかなか難しい。おお、危ない。よし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 。で、本当は長いレール走らなきゃいけないんですけど、これで全部カットして。うわ。あ、これダメかもしれない。よし、かっこいいポイント。今の本当はちゃんと加速できると壁に引っかからずに。一発で決まるんで、本当はもうちょっとかっこいいんですけど、妥協したかっこよさになりました。いくよ。20回ぐらい失敗しても多分成功するだろう。どういうこと？どういうことそれ？いや、まあ、見とけ。ああ、よし。いや、ここだな。あ、これ木と壁の隙間に今入ろうとしますね。ここだな。よしよし、はい、あれあれあれ、よしよしよし、行きましたね。で、ジャンプするとあ、許した。あ、抜けちゃった。今本当は中に入ってそのままできると次のテクニックができるんですけど、失敗してしまいました、ね、中に入って上に行くんですよ。あれあれあれ、ちょっと位置が違う。この壁の木と壁の隙間がすごい狭いんで、この位置にしっかり入ったじゃないと壁抜けてくれないんで、結構本当に難しいところですね。結構ふざけたこと言ってますけど本当に難しいんです。あ、気持ちいい。こんな感じですね。あ、歩いてますね。クランク歩いてますね。今画面外で歩いていく、殴られていく。コントローラー逃げてないと分からないんですけど、今ムービー中も移動できて、そのままシンと理由よくわかんないんですけどね、多分まあなんかあったんですよ。そうですね。よし、まあ、ここ結構サクッといったから、よし、急いで次行くぞ、急いで。あ、急い、あ、あれクランク君、あ、2人目いましたね。ちょっと乗り遅れちゃった。あれ、あ、ちょっと君、あ、ちょっと、あ、置いてかれちゃっている。あ、ちょっとクランク置いてかれ、あれ飛行機だけ、あれ飛んでいってしまいましたね。これは無人運転ダメですからね。エンジンかけっぱのまんま車降りちゃダメですからね。そうですね。あれ、もうちょっと、あれ兄弟でしたね。そうですね、兄弟いましたね。今何爆弾投げてんの、あんた何やってんの、あんた。よし、登っていく。あれ、もうラスト、これでもう終わらせていく。あ、痛い、ケツを焼かれましたよ。ナイスマネー。あれ、いい感じです。金、よし、焼くこんがり焼けました。これモンハンでしたね。そうですね。ホワイリゾートへようこそ。次はホワイリゾートです、ね、ここのステージ大嫌い。このステージはキャラクター、この取ったキャラクターを安全に連れていくためで道中の敵を全部倒していかなきゃいけないんですけど、宇宙モラスト、あ、ナイス。宇宙モラスト NPC 浮かずにずっと立ち止まってしまうんで、敵行ったりを見逃すとタイムロスにつながるっていう結構めんどくさいところですね。リセットポイントが唯一、あ、ちょ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 、よし、乗った。ここ本当は下にいて敵と戦わなきゃいけないんですけど、この上に乗ってると上から武器で、近接武器で攻撃しながら倒せるんで。金、おれ、
弾薬の節約と安全を取れるっていう。なんか被弾してる。何やってんだあいつ。よし、行くぞ。ここかっこいいポイント。今のは上にある木箱を壊しながら側転で綺麗に登れたのがかっこいいポイントです。あれ、何しとんのお前。よし、抜けていく。痛い痛い。ちょっとポイポイ爆弾投げてうまく当ててるんですけど、ラチェットアナクラックは結構敵に対して攻撃のロックが弱いっていうかあんまりしないんで、これ狙うのはすごい難しいです。それも僕は苦手ですね。こう、そうですね、僕は得意だから。どうしたんですか。でもさっきと同じように、まあ、ラチェット&クランクの投擲系の武器は側転中に投げると結構当てやすいですね。お金を取っていく。本当に初代のお金のは本当にシビアなので、取り逃すと完全に、まあ、詰みってことじゃないですけど、もう大ロスですね。そうですね。動いてない。よし、うわ、へっ、あっ、ちょっと待ってください、待ってください。よし、死んでる。あ、痛い痛い痛い。あ、ちょっと、あ、やめてくださいよ。よし、何してんすか。何もしてない。ラチュッ、くそ。そううまく側転すると壁の中に、壁の隙間から中に入れて、おし、でイベントを一つカットできる。あれ、あの親父もしかしてついてきてんな。はい、早く来いよ。ちょっと前の敵を倒すのが遅れて。あ、そっか、先にボタン押しとけよかった。待ってください。あー、今の本当はボタンを先に押せばムービーをカットできたんですけど、ボタンを押さずに親父の到着を待ってしまったので、今親父のムービーが入ってしまいました。あれ、弾薬ください。あれ、弾薬ください。あれ、弾薬ください。あー、弾薬。このステージでは敵を倒すと弾薬を落としてくるので、それを回収しながら今のでかい丸い長い宇宙船を倒して。あ、じゃあ、ナイス、いいっすね。あ、ちょ、やめてください。よし、後ろに回る。あれ、いた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 、あ、ちゃちゃ、やめなさ。よし、あ、うえ、よし、ありゃ、よし、いった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 。ここかっこいいポイントですね。オークソン、先ほどクランクだけで入ったステージをもう一回戻ると、今オーツーマスクを手に入れたので、ラチェットもこのステージに入れるようになります。盛り上がってますね。盛り上がり、よかった。おろ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 、あ、よしよしよし。5本だと届かないんですけど、さっきみたいに壁を利用するとギリギリ届く。ラチェット2とか、あら、ラチェットクラス2とか3は結構ジャンプとかそういうテクニックもルーズなところあるんですけど、初代に限っては結構ギリギリ攻めてるので。あ、ちょっと何しとんの、来てください。今のインフォボットの前近くに行かないとインフォボット君がこう逃げてくれないので、やめてくださいよ。よし、今のはですね、ジェットパックの専用のテクニックでドロップ
アタックがあるんですけど、そのドロップアタックをキャン今のですね、なんか出しちゃってますけど、間違えた、今のテクニック、今のやると若干上昇が、上昇する高さが伸びて、でそこからさらにブースト出すと今度は届かないところもギリギリ届くっていう。よし、ちょっと気持ちいい。ここはクランクのエリアなんで、クランクで来てるともう扉開いてるはずなんですけど、全部丸々カットしたので開いてないという。1,2,3,4,5、よし、嘘も方便ですね。そうですね。あれ、さよなら。今も ILJ を僕やらなきゃいけなかったところですね。なんかジェットパック版の ILJ は名称が違うんですよね。あれ飛んでいく。あ、ジェット君そんな高さじゃダメでしょ。あれ乗った、乗っちゃった。というわけでね、乗っちゃったんですよ。イベントのフラグだけ取れると今砲台に乗り込める。本当はもうちょっと回んなきゃいけないんですけど、ここも全部カット。あ、敵くんたちは申し訳なさそうに撃ってきてます、ね、ちょっとやめてくださいよ。当たって当たって当たって、よしよしよし、いいわね、そのまま落ちなさいよ。あれ、痛い、やめてやめて。みんな土下座しながらね、こう本当に、あー怖い、死にたくない。ああっ、ビビっちゃったからね、多分ビビんなかったらいけたけど、まあここはね男前ポイントが耐えてます。今のは本当にシビアなところは、まあ、大体シビアなんですけど、今のも結構ギリギリ攻めてて、もしかしたら今の敵を倒さずにそのまま持ってれば落ちたかもしれないんですけど、本当にこの残りナイフが1メモリ2メモリぐらいになるまで攻めて打っていかないと死んでしまいますね。ナイス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 体操を踊るとするとね、体調が良くなるので皆さんも、ね、やるといいですね。だそうです。うわもうね、ここはもう怯えないが、私もう何も怖くないわ。さっきはビビったんですけど、あれ、ああ怖かった。ちょっとそろそろあまりふざけてると危ないのでよろしくお願いします。確かに、もうちょっと、よし乗った乗った乗った。次はねもうセーフ、チキンプレイでいきますよ。チキ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 、ジェット&クランクの RT は本当にいろんなところ詰められてて、お金の回収もそうですし、ライフの生産とか弾薬とか本当に詰めに詰めてるので、こういうところでも結構死にすぎだと、ここ見てる分にはなんかこいつ下手だなって思うんですけど、結構簡単に死ぬんで当たってください。こいつら全然死なない。よし、これがガバかと言われるとそこまでガバじゃないかなとは思います。もう31分だな。あ、違いについて説明してくださいよ、サイエンガー兄貴。プレステ2版とプレステ3版は基本的に日本版だと特に違いはなかったですよね。ん？日本版だと、日本版のラチェクラ1とラチェクラ2、ラチェクラ1、そうですね、プレス、ラチェクト&クランク1に関してはプレイステーション2の日本版と3の日本版は特に違いはないんですけど、クランクの木の壁抜けだけできる以外は全部ゴミですね。同じ、そうですね。それでパル版になると、海外版、北欧版、北欧じゃない、欧州版になると、なぜか知らないですけどラチェット&クランクプレステ3版だと2周目最後のステージのところで何箇所かバグが増えたり、リマスター版の方がバグが多いですね。プレステ2版の方がバグは少ないです。うん、なんでかラチェット&クランク2以降はバグが何個逆になくなっているのに、初代だけ広がるっていう。そうですね、初代だけパルマンのバグが増えてる。ラチェクラ3のバグは特に回収されることなく、特にバグが修正されたのはラチェット&クランク2ぐらいですね。なかなか不遇なタイトルなんですけど、
飛んでいく。もう本当は戦わなきゃいけないんですけど、向こう側でもう戦闘が終わった後のフラグを回収して死ぬと、戦闘が終わった後になってインフォボット手に入れて、本当はクォーク戦うんですけど全部カットするっていう。ギャラだけもらって帰るんですよあいつは。そういうことですね。そういうケツアゴですよあいつは。日本語版だとこれから本番みたいなことを言って戦闘が終わるので非常にシュールなシーンですね。行くぞ。ああ、しょ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 。よし。金いっぱいですね。あ、ちょっと見張ってください。やめて。よし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 。いいね。ワンツースリーフォーファイブ。キャー。ああね、このラチェット&クランクのグラインドブーツ、マグネブーツですね。マグネブーツのシステムだとジャンプすると外れちゃうんですけど、ジャンプにカウントされないようにうまく回ると、よし、来た来た来た。あれ、ラチェット君どこ歩いてるんですか。この壁の上を歩けるっていう。ねっ、金ポイントですね。側転で抜けていく。壁を抜けるのは RPM のものですね。あね、ここら辺までも全然余裕ですよ。これならね、45分いけますね。全般ならない。ハッピー。落ち着いていきましょう。大丈夫ですか。うん。最近ね、ブランク気味だったんですけど、まあいい感じですね。よし、降りていく。こいつ嫌いなんですよ、なので殺しましょうね。あとはいると攻撃で邪魔なんで排除してますね。このステージもね、大嫌い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 ですよ、本当にこのステージ。あれ、スイングショット。ここはグラインドと、この前のバタリアと同じでグラインドと同じようにゲームの端をで取ると、抜けていく。壁を抜けていきます。そうすると全カットで、ここアンビリーバボーポイントですね。アンビリーバボーポイント、アンビリーバボーポイント出します。キレキレキレアンビリーバボー。小ネタのために頑張って帰ってきたんですよ。もうね、こうやって言うしかないですよ。いただきました。まあ、本当はこのステージ結構原作を知ってる、普通のプレイでやったことある方なら非常に楽しいっていうか、こう感慨深いシーンなんですけど、これも RTL は全部カットしていくという。ちょっとどうして本番前で怯えてしまったんだと思うんですけど、しょうがない。あれ、何やってるんですか。ちょっと入場拒否。マネマネマネですか。あれ、ここはレーダーバリアが出て通り抜けできないんですけど、上の判定がガバガバでバリア上まで張ってないので、壁キックで上まで行くと突き抜けて次のところまで行く。ミニミニマニマニですよ。よし、いい感じにお金が貯まっていく。あずっ、ここもプレイステーション3なんですけど、クリスマスツリー、はい、非常に、ちょちょちょ、よし、あいつやめて。よし、何しとんの。こっちでしょ。だよし、うん、ツー、あじゃあ今のスイングショット出した時に素早く移動できたんですけど、アジェット&クランクはいろいろと感性っていうか、ベクトル、ん、スカラーっていうんですかね、移動のスピードをすごいいろんなところで保存してて、フレーム単位でうまく入力すると
先ほどの動きのスピードをそのまま引き継いで次の行動に動けるっていう、そういうバグがいろいろとあります。よし、抜けていく。あ、いた。もう終わりですよ。終わりにはもうちょっと遠い。さあ、銀河が危ない。行かなきゃいけない。長いようで短い。故郷ですね。胸厚ですよ、胸厚。最初のステージが最後に出てくるって。40分前に出たばっかじゃないですか。え？え？なんだって？まあ、それが最後のステージ。うん。はい。あ、いた。よし。あれ？何したんの？あんた。しゃがんでいく。どこ走ってんのお前。このゲームね、実はロッククライミングだったんですよ。ロンバック式登山ですね。おお、よく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 よし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 。あー、いない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 。で、ここツイッターの投票でね。あちゃ、あー痛い。ツイッターの投票の結果多分こっち側なんと思うんですけど、上じゃなくて壁を抜けていくっていう投票の結果はそうです。ですよね、多分。そうです、ね、そうです。本当？安心してください。はい、本当だな。はい、まあね、実は一番簡単なんですよ、そっちの方が。本当は壁抜けていくじゃなくて、上から行くとさっきのブラックウォーターのところで苦戦していたILJ を駆使して上まで飛んでいかなきゃいけないんですけど、食べ抜けるともうすぐ敵の前まで行けるので、 RTA 的にはすごく遅くなるんですけど、プレイヤー的には非常に簡単という。あれ、ロチェット君全然ブック買ってないっすね。まだまだこのゲーム続くんだなって思いますね。全然ブック買ってないっすもん。最後のステージでも行っちゃってますから。あれ、このゲームのラスト感慨深い。俺はちょっと変な場所に止まんないです。間違えた。これもバグがあって、このファイヤーバーナー打つと、待てや、ダメですよ。やめてもらう。敵のダメライフがごっそり削れていくんですよ。あれ、これ日本版とかだと非常に当たり判定がシビアなんですけど、パル版だと当てただけでごっそり削れてくっていう。あ、ちゃちゃちゃ、パル版のプレステ3。あ、パル版のプレステ3。あのパル方式ってフレームレートが若干違うんで、そのフレームレートを統一で60にしたらなんかプリプリになっちゃう。なるほど。よし、あ、ちゃ、行き過ぎ。避けろよお前。よし、ナイス。ナインテイン。あれ、最後にここ決まんないってかっこ悪いポイントですよ。大丈夫です。よし。こっちちょっと、あ、どこまで捕まったの？そう。これがラストです。あ、じゃあどうぞ。本当は結構いろんな武器使って倒さなきゃいけないんですけど、もうこのファイヤーバーナーの謎のバグのおかげで、ちょっと壁抜け状態が残ってるせいで当てにくい。OK、 カモン。熱い。どこ行ったん？待ってくださいよ、待ってくださいよ、やってくださいよ、あんた。よし、全然当たらない。ちょっと乱数が悪いですね。ちょっとやばいかもしれない。ずっと下にいると簡単に倒してくれるんですけど、これはもう一回死んだ方がいい。余裕ありますね。よし、死のう。あ、
ちょっと弾の数と敵のライフとの兼ね合いで今ちょっと死んでお金弾薬を購入してもう一回再挑戦っていうところですね。絶対裏切るんですよ。ちょっとよくわかんないです。絶対よし、来いよ。焼けていく。あれ、ちょっと待って、あ、じゃあ全然当たってない。当たってください。全然当たってない。あれは、さよなら。ピュッ。あー、芝を壊された。あぶね、あぶね。何言ってんすか、あんた。やめてください、本当にそういうの。あ、ちょちょちょ、僕が痛いんですか。やっぱね、緊張しちゃうんで。あるあるですね。全然感想の、お、ありがとう。従順になるまでやるからな。決めていく。お、200発も上ってる。これ楽勝だな。無駄打ちが少ないので簡単に倒せる。やっぱ壁抜け状態にするとこういうとこはね、つらみんだね。あ、全然ですよ。最近ね、高さが合わないんですよね。あれ、待ってください、あんた。さあ、しゃ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 あ、やって。何プリプリ卵産みやがったの。あっ、これダメだ。これダメですか。俺このボタンを押す。このボタンを押す。熱い。待てよ。あいつ待てよ。最近あれですよね、キムタクゲー出ましたよね。出ましたね。お、あいつもね、終わりですよ。ここでね、アンビリバボー。あ、アンビリバボーポイント失敗です。やっつかれた。いやー、もう僕は感動のエンディングですね。あ、それでは、旦那で山塗るって書いてあるけど、実はこれ最面台にやったーって。お疲れ様です。感想した感想ですが、もう OK です。あれ、敵倒した瞬間って言わなかったんですか、ちゃんと。うん、遅れてる。あの、敵倒した瞬間って言わないと僕のプレイが意味わかんなくなるんで。あ、そっか、申し訳ない。はい、あ、ちょっとここでね、ラブコメですよ。ラブコメですか。お前のことをどこまでも愛してるけど、お前死んでほしくないから。いや、でも、いや、お前も生きてほしいわ。え？いや、お前には生きてほしいわ。あ、ちょっと無理だ。で、ここ落ちてね、熱い抱擁ですよ。抱きしめちゃう。二人の愛の競争曲。ああ、お前の熱いハグ最高だったわって。ちょっと熱すぎたわね。まあ、お前のこともういいんだけどって。ここ悲しそうですね、クラン君。捨てられちゃいましたよ。ああ、俺はもう、私はもう使い古しなのねって。でも忘れないよ、忘れられないわよって。あの時の、はい、Thank you。 お前のことをもう一度確かめたい。あざす。ね、まだまだ実はクオク君がね、まだまだ見たんですよ。三角関係ですよ、臭いし。お疲れ様です。お疲れ様でした。あれ、おる、おる、よし。